ああ、今日は歩き疲れたし、お風呂入りたいな。お風呂入りたいな。じゃあちょっとここの湯で癒やし回してこようかな。はい、どうもポンポンです。今日は大阪の東淀川区に来ております。東淀川区の西淡路にちょっと珍しいビールを飲める場所があるそうなので、今日はそちらにやってきました。いつもとは違う雰囲気です。なんといっても銭湯ですから。行ってきます。入り口はこちらです。直売営業日は土曜日曜されていて、営業時間が12時から16時半となっております。あ、お風呂の中で飲めるらしいですまず入り口で靴を脱いで入ります。いや、銭湯撮影なんて普段絶対 NG ですからね。邪魔します。女湯初潜入なんですけども、男湯はビール工場になっていて、女湯の方で直売営業されているので、女湯で食べるのができます。あ、これがカウンターですね。こちらがお持ち帰りできるというビールだそうです。2017年の末にこの美雪温泉は閉館したらしいんですけど、そこからリノベーションをされて、こちらの上方ビールさんができたそうです。本当にそのままです。でも入場料はいりませんよ。お風呂場に潜入。うわ、すごい、ほんまにお風呂場ですこれはすごい。中入っていいのかな。私服でお風呂に入ってることがすごい変な感じなんですけど、走り回ってみる。あ、使えへんわ。よかった。とりあえずお風呂入ってこようかな。何ですかこれ。これ小豆のパンなんです。ありがとうございます。この道で買ってきて。ありがとうございます。お優しい。まずはブラウンビール500円いただきました。おしゃれ。よし、これを取って、ちょっとこんな感じで、ロッカーの鍵みたいな感じですね。いつもの行きます。今日もご自宅で飲んでる方も一緒に出ましょう。お疲れ様です。乾杯。ビールってお聞きしてたんですよ。一瞬飲んだ時、あれ普通のビールかなと思ったんですけど、後味が、はあ、先ほど幼少期の頃からこの美雪温泉に来られてたお客様がいらっしゃって、その方にお裾分けのおつまみいただきました。あずきパン。さんの味、なんかすごい高級。ビール製造をされている男湯の方は2019年の6月からされてらっしゃるそうなんですけど、女湯の直売営業の方は2019年の8月からということで、今のところまだビールだけのようになっているので、おつまみは持参になります。今日私はできました、セブンジャンボポークフランクと7チキ買ってきました。フルーティーなすごい味がしますね。うまっ、飲みやすいんでグビグビ飲みそうですね。ああ、英雄ですわ。まさかお風呂でビールが飲めるとは思わなかったですね。じゃあちょっとお風呂場は堪能したので、脱衣所にテーブルがあるのでそこでいただきたいと思います。銭湯でお酒が飲めるっていうのは日本初だそうですよ。ということはきっと世界初です。まだ YouTube の撮影も来られてないらしいので、 YouTube の撮影も日本初、世界初。ごちそうさまでした。銭湯で飲むビール最高でした。
知れる銭湯、ぜひ上方ビールさんに皆さん行ってみてください。本日は東淀川にある上方ビールさんに行ってきました。昭和レトロな雰囲気の中で楽しく食べ飲みができます。淡路の駅と東淀川の駅とのちょうど間ぐらいの場所にあるんですけど、結構皆さん徒歩で来られてる方も多いので、東淀川にある上方ビールさんに行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。